がします。目的地の沢まで。沢といっても多分水は流れてないだろうと思います。多分さっき追い越した人は山小屋の管理に関わっているような人だと思います。食料か飲料か分かりませんけど、重そうな箱を背負って登ってました。大変な仕事だと思います。この尾根を越えれば多分目的の沢でしょう。見えました。目的の沢です。堰堤がいくつかあります。すごくよく整備された道です。丹沢山まであと2キロですが、私の目的地はこの辺です。この沢です。
底の上に大きな岩が乗っています。道平沢って言うんですね、この沢の名前は。あとは GPS で現在位置を確認したら引き返します。はい、 GPS の現在地が確認できました。目的の場所です。あとは尾根をたどっていく道なので私は興味がありませんので引き返します。沢が見れて満足です。水は全く流れてません。帰ります。あ、すごい倒木、ちょっと見ていきましょう。すごい岩の乗っかり方、すごい太い倒木。転がってきたのか流れてきたのか謎のままです。下りましょう。
お疲れ様です。